皆さんこんばんは、ワドツです。今日は2018年4月の23日、19時54分です。よろしくお願いします。どうも。最近アイテムじゃねえや、ギフトがねすごい届いて、皆さんありがとうございます。本当に、いや、ボクシングシューズもう届いたんだよねもうね、ボクシングシューズは開封してるよ。ボクシングシューズは、いただきました。健闘を祈るってね、こう、メッセージ付きで。これ、健闘を祈るって。ボクシングシューズは、もう、届いてるよ、みのめさん。これ。モハメド・アリが履いてたメーカーらしい。イギリスのロンドン製。めちゃめちゃかっこいいでしょ。これはもう、届いて。そう。ゆうさん、こんばんは。本当に恵まれてるよね。ありがたいよね。はい、みんなこんばんは。今回はね、別のやつが届いてますよ。写真かっこいいよね。やばいよね。俺も感動したよ。プロのカメラマンに写真いっぱい撮ってもらえて。すげえよね。やばたんだよね、あれ。いや、いいねの反応がすごいもん。みんないいねボタン押してくれる。くっそかっこいいよね。あれ、写真欲しい人がいたらね、1枚プレゼントしますよ。DM でプレゼントしますんで、 Twitter フォローしてください。レベルがね全然違うよね。これだぜかっけー。メガネ市場って、もうちょい左の方がかっこいいのかな。いいよな、恵まれてるよな。こんな感じ、こんな感じか。いいでしょ。スライドショーやろうか今度。なんか爆音よしおさん出所したみたいね。シャバに今出てるみたいよ。見に来たよ、マー君いらっしゃい。お疲れっす。新幹線今移動中なの、マメさん。お疲れっす。疲れ。新幹線か。この時間帯はゴールデンタイム入ったね、完全に。はい、ケンボーさん、ワドツー、おはようございます。お疲れっす。はい、ワドツー、ヤナラッキーいらっしゃい。名古屋から広島へ彼女に会いに行く。あ、遠距離恋愛なんだ。でも名古屋から広島だったらそんなに遠く、あ、結構遠いな。遠いね。うん。新幹線でね、いいね。楽しんでくださいね。ラブラブ。遠距離だね。はい、ワドツー、リュウホーデスマスさんいらっしゃい、ユンユンさんいらっしゃい。楽しんでって。
試合までもう2ヶ月だね。おい、みつけ、こんばんは。婦人部増えるんじゃないの？このかっこよさ。これ、婦人部が増えないかな？どう思う？婦人部増えない？これ。完全に婦人部増えるでしょ。婦人部増えるでしょ。俺のイケメンさが際立つでしょ。ファッションセンス。イケメン具合。伝わるよね。伝わった？配信で見るのとは全然違うでしょ。のりこがメロメロになった理由が分かったでしょ。のりこが。かっこいいでしょ。ツイッターの画像良かったでしょ。こういうのね、50枚ぐらい撮ってもらったの。プロのカメラマンにいっぱいたくさん撮ってもらったよ。あ、そうだ。で、今回のねギフトは、前回が前々回か、前々回が、コンバースのスニーカー、ハイカットの、なんかいいやつ。で、次が、バッシュじゃねえ、ボクシングのシューズ。で、また送られてきた。ハートありがとう。かっこいいですね。もう一枚のもワイルドでよかった。いや、いっぱいあるよ。50枚ぐらいあるよ。どんなのが見たいって言ってくれたらキャプるよ。どんな系が好きって言ってくれたら、写真たくさん撮ってもらったから。いや、もうキツネ枠で公表したんだけど爆笑だったよ。これ開ける？開封しようか。開けさせていただきます。嬉しいな。開封枠です。ドン。うわ、来た。これ来た。これはこれはやばい。ブリオ。ブリオですよ。ロジクール。これはやばい。ブリオが来た、ブリオ。みんなはね、わかんないかもしんないけど、ウェブカメラって、もう、これなんですよ。定番のウェブカメラっていうのがもうあって、配信会に。それがね、この、ロジクールっていうメーカーの、ロジクールっていうメーカーの、これがね、だいたい1万2000円とか、8900円から1万2000円の幅で売ってるの。これがもう、ほら、なんていうのかな。高画質配信やるときあんじゃん、YouTube 用に。で、これが今までは最上位機種だったの。このロジクールの900番台っていうやつ。で、俺は、これを2つ持ってるんですよ。これを2つ。で、リスナーさんが、最近気づいたんだけど、このブリオっていうやつ何が違うかっていうと、これ 4K で撮れるの。4K。どれくらいの違いがあるっていう説明したらいいかな。DVD ぐらいの画質が撮れるんですよ、これは。簡単に言うと。で、4K っていうのはね、映画館とかで見るようなぐらいの映像が撮れるやつ。それがこのブリオってやつ。だから、業務用ですね。はい、ワード2ユーさん。業務用。完全業務用。これは熱いな。でも結局配信で画質下げちゃうから、どこまで綺麗に撮れるのかっていうのはわかんないんだけど、これはもうカメラの素材としては、だから捨て頃とかさ、あるじゃん。あれの練習会とかで撮影するときに能力を発揮。うわ、かっけえ。すげえかっこいい。梱包が全然違う。そう。もうこれはウェブカメラの、もう今現行で出てる最上位機種だね。トップ機種。ブリオ。うん。作りが全然違うね。これ。ちょっと汚れてるな。こっち。ちょっと試してみようか。画質どれくらい変わるか。ブリオと、そのロジクールの900番台で画質の、画質試してみよう。こっちが900番台ね。で、これがブリオです。これがブリオ。ブリオね。早速、使うのに剥がしちゃおう。
レンズがどれくらいの広角差とかいろいろ使ってみないとわかんないからね。最上位機種、なんか重さが違うね。重さが違う。満喫風開封ってバカなの。日本語がよくわかんないわ。何がどこがバカなの。何をどうバカだと感じたのか教えて。全然意味がわかんないわ。全然バカでも何でもないよ。なんかね、重たいね。あのカメラのね、ロジクールのウェブカメラって軽いんだけど、なんか重量感がすごい。重量感が、これを刺すんだ。でこれを、これをこうして、あ、すげえ、あのすごいわこれ。あのなんだ、あ、これすごいわ。あのこういう風に付属品がついてる。あの盗撮されないようにこうやって蓋する、物理的に蓋するやつがついてる、ね、すげえな。こうやって使うんだ。作りがやっぱ高級感があるね。3万クラスだよ。だからウェブカメラでもうほんとプロ用って言われてる機種これは。ちょっとブリを起動します。よいしょ。今の画質覚えといて。うわ、全然違う、全然違うわ。うわ、すごい、えぐい。いくよ。これ全然違う。これが今のカメラがこっちね。今のカメラがこっち。この画質でしょ。ブリオつけるよ。ドン。これがブリオ。幅がワイドだね。全然違うわ。わかるかな？伝わる？幅が全然ワイドなの。あの同じカメラでも広いっていうのがわかる。若干広さが出てんのわかる。これ両手広げた時にこっちのカメラは見切れるでしょ、ほら。でもこっちの方がワイドだから横幅が広い、広い。ちょっと画質いじってみようか。あ、全然いいわ。ブリオ、ブリオやば。色合いがどこまで出るのか。ブリオやべえな。縦も広いね。縦幅も広いね。すげえな。鮮明さが全然違う。ちょっとブリオいじってみようか。 FPS、 明るさ、コントラスト。ちょっとまず照明つけてみたら変わるかな。あ、照明ついてんだ。おー、色合いどうやって変えるんだろう。手長いんだよね俺。色味がちょっと、あー、なるなるなる。俺の好きな色味になるね。あ、全然すげえわ。縦も幅が広いんだ。あ、すごい、コントラストのホワイトバランスの幅が全然違う。すげえ。あ、すごいわ。俺大体これくらいでやってるのかな。で、逆境補正、え、逆、ん、なんだろう、ホワイトバランス狂うな。これくらいが同じ色味か。あ、すげえなこれ。
これはすごいわ。コントラストの効き方がえぐい。ほら、要はね、中に内蔵してるカメラの質が高いから表現の幅がすごい広がるね。うわ、すげえすげえすげえ、ここまで効くんだ、すげえな。あ、これは全然違うわ、レベルが違う。すげえ、これゲインどこまで上げられるんだろう。ゲインは関係ないか。どう、どっちの方が見やすい。いや、すげえな、横幅が全然違うね。後ろの顔、何、後ろの顔って。のんちゃんの顔、のんちゃん見てたの、こっちと。ちょっと今切り替えてみるね。これとこれ、こっちの方が全然広いよね。うわー、すげえわ。こっちの方が全然広いのがわかるじゃん。今これがブリオなの、これがブリオの画質で、こっちが普段の画質。すげえな、ブリオの方が全然綺麗だね。あれ、再起動。